三遊亭金八は落語家の名跡。三遊亭金八は落語協会所属の話家。本名、木村義信。北海道に生まれる。父親は、羽生前軍東志没党、総博出身。そのため、金八は、元島民二世である。1989年3月、北海道根室高等学校を卒業する。1990年4月、 四代目、三遊亭金馬に入門、三遊亭金八として、内弟子の前座修行をした。五月に、上野鈴本演芸場で、初講座。1993年11月に2つ目に昇進。2002年3月古今天育成、林家彦一、入選定選達、霊霊社鈴之助と共に、新内に昇進。北海道根室市出身。 福話術を披露するときは、ターボを相方とし、パチ国道を名乗る。浅草園芸ホール8月中席で毎年行われる、住吉踊り連に所属している。石川和弘解説委員。島の記憶をどうつなぐ元島民二世三世の思い。解説委員室。解説アーカイブス。NHK2020 年2月10日閲覧。三遊亭金八さん。 北方領土寄せに取り組む元島民二世の落語家、人、朝日新聞、2020年2月10日閲覧。ありがとうございます。